はい、どうも、SNC コンサルティングのスキュリです。お疲れ様です。あのさ、お客さんからね、何もね、相談も何も受けずに、ただホームページを用意して、で、そこに申し込みしてもらって、そこから自動で何か販売されていくっていう流れができれば、それはいいけど、僕できない。あなたはどう？できてないでしょ？できてたら多分僕の動画見てないの。ね、僕らは仲間だから、ね、あのそういう仲間が集まってきてるチャンネルなので、ぜひ聞いてほしいんだけど、やっぱりさ、相談があるじゃん。お客さんは不安なので、それに対してまあホームページ上でね、不安を解消してあげたりとかするわけだけど、それだけじゃ足りなかったりするので、営業っていうのが必要になってくると思うんですよ。営業ってもそんな難しく考えなくていいので、一言二言喋るっていうぐらいのことは必要になってくると思うんですよね。でね、営業トークってそんな難しくないので、まあ、基本を抑えれば大体誰にもできるんです。あと優しさ、これ超重要。優しさっていうのはもう大原則ね。人間として優しいかどうかっていう、相手のことを考えてあげてるかどうかっていうのはもう大原則として、そこがないと営業トークなんて絶対にできないですから、人間としてまずは優しくなろう。人間として優しくなるってことを前提に、まず第1回目のこの動画ではテクニックをお話ししていきます。でまず第1の基本的な原則としては、相手のことを認めるというか、肯定的な表現を必ず使うってことです。肯定表現です。はい、そうですね、うん、その通りですね、なるほど、確かにそうですね。これをどんな話の脈絡であろうと絶対に使うってことですね。いいえ、でも、しかし、いや、このさ、今言ったこの4つぐらいは、これ否定表現なんですよ。例えば、でもの後に続く言葉っていうのは、日本人の脳みその中では否定、俺が言ったことに対する否定が来るなっていうのがでもじゃないですか。あなたが何か僕に言いました。いやでも、これはあなたの発言に対して僕が否定するときに、でも、しかし、いや、これを使うんだよね。それはもう日本人であれば日本語として当然頭の中に入ってるから、その言葉を使った時点で相手のテンションはもう下がるんですよ。だから、たとえね、お客さんが間違ったことを言ってようと、何を言ってようとね、必ず肯定表現をできる限り使うってことを考えてください。じゃああなたが何か私に相談してくれたとします。どうでこうでああなんですかねっていう相談をしてくれたとして、それに対して僕がどう答えるかっていうと、たとえそのあなたの話がね、間違った内容であっても、そこを否定しなきゃならない状態であっても、いえっていう言葉は僕多分使わないんですよね。じゃあどうやって答えるかっていうと、はい、そうですねなんですよ。たとえ間違ってたとしても、相手のあなたの言ってることが間違ってたとしても、まず僕、はい、そうっすねって多分言うんですよね。これ自然に出ちゃうんです。これ優しさじゃないですか。はい、そうですねって相手のことをまず認めてあげて、その上で反対のことを言えばいいの。あなた間違ってますよっていうことを言うんだよ。あなた間違ってることを伝えるのにあたって、いえ、でも、しかしっていうのは僕使わないんだよね。必ず相手のことを肯定して、あなた合ってます、さも合ってますよっていう、そうですね、確かにそうですね、なるほど、そうですね、でって言うんだよね。での時に、しかし、でもとは言わない。でって言うわ、多分。そしてとかだね。うん、そしてでっていう表現を使うんですよね。これね、気をつけてください。必ずこれね、日々ね、これは日々の日常生活の中で練習していかないと身につかないよ。だから否定的な表現を使うような人はやっぱりあんまりビジネス系では多分成功しないだろうし、例えばそのジョイントビジネスであったりなんだり、人脈を広げるという意味でもあんまり人脈広がらないだろうしね。何でもそうですね、なるほど、そうなんですね、そうなんですねって言った方がいいんですよね。例えば僕もともと探偵じゃないですか。まあ探偵業界ってやや怪しいっていう雰囲気が未だにあるし、昔も強かったし、ずっとあるからちょくちょくあった相談というか、まあお客さんからの入り口が、いやでも探偵って大丈夫です、そちら大丈夫な会社ですかみたいな言い方をされて聞かれる時があるんですよ。この時にも僕は基本的には否定はしませんね。そのお客さんが探偵って怪しいんでしょ、あんたも怪しいんじゃねえのっていうふうに思ってるお客さんをまずは認めてあげるので、はい、そうですねってやっぱり言うんですよ。うん、いやそんなことないですよ、うちはって言いたいでしょ。否定したい。うちはちゃんと頑張ってるんだ。うちは正しいことやってるんだ。うちは詐欺なんてやってないんだってことを客に伝えたい。ね。でもそれを最初から、いやー、あなたの会社どうなんです？ね、なんだかんだ言って探偵さんなんですよね。
怪しいですよねって言われた時に、いや違いますよって僕言わないんですね。そうですよねってまず認めるんです。あなたの言ってることはもうおっしゃる通りですと、ごもっともでございますがっていうところですよね。まずは認めてあげて、そうですよね、そういうのありますもんね、何々さんの言ってることはまあ本当あながち間違いじゃないですよね、うん。そして僕のところは実際にこういう活動をやってまして、こういうような制度があるので大丈夫ですよ、うん、気づいたでしょ。そしてでもってあんまり言わない、しかしってあんまり言わないですよね。自然に出ちゃう時あるんだけど、意図的にまだ頭がきれいに回ってる時はそういう言い方をするんですよ。否定ワードをとにかく使わない。怪しいですね、詐欺ですね、探偵なんてゴミでしょ、いやーそうですね、なるほどなるほど、そうやっていっぱいいろんな方が言われますよね、うん、わかりますよ。で、僕は実際どういうお仕事してるかって言いますと、っていう、普通につなげていく。否定してるんだけど、普通につなげていくんだよね。うん。で、お客さんは、すんなり、理解してくれるから大丈夫なんです。心配しなくていいんです、そこ。認める。ね。例えば、こっちのことを否定されたりとか、こっちの悪口を言われたりして、もう、電話相談とかメール相談とか来てる以上、まあ興味持ってくれてるのは間違いないんだから、そこで好きになってもらえればお客さんになってくれる可能性高いわけじゃないですか。ですからわざわざ相手をイラつかせることは言わないです。そこはもう割り切るね、ということを考えてください。はい。で、これがまず一つ目ですね。もうこれだけでも結構日々使えるでしょ。これ何でも使えるよ。両親との会話ね、会社の同僚上司との会話、部下との会話、女を落とす時の会話、男を落とす時の会話、ね、何でもそう。人はね、認められたいの、ね、僕だって、つくりさんすごいっすねって言われたい誰しも言われたい、あなただって言われたいでしょ。だからお客さんはもっとそう、一般の人なんだからね。お客さんは、僕らはビジネス、ネットビジネスをまあ若干頑張ってる人間としてさ、前向きマインドっていうのはあるでしょ。何言われたって前向きに言おうねっていうマインドは少なくとも一般の方よりはあると思うんだよね。でもお客さんっていうのはそうじゃないんですよ。お客さんは普通、お客さんはめちゃくちゃ認められたいんです、ね、何か否定されるのはめちゃくちゃ嫌なんです。否定されたところでそれを前向きマインドで前向きに捉え直すことなんてできないんですよ。だから最初から否定しないってことですね。最初から全肯定してあげるっていうことを考えてお話、メールでもそうですし、電話でもそうですし、何でもそういうふうにやっていく。優しい気持ちがあればできるはず。ね。傷つくのは俺っちだけでいいんだから。で、僕らは、あなたも僕も、ね、ネットビジネスをやってる以上、自分で頑張ろうかなってやってる以上、前向きなマウンドがあるんだから、普通の人よりは、たとえなんか嫌なこと言われたとしても、前向きにさ、解釈し直すことができるでしょ。うん。だったら僕らがそれをやってあげよう。で、お客さんのことを認めてあげましょう。ね、お客さんがなんかひどいこと言ってもそうですねって言ってあげましょう。わかりますよって、ムカつく時もあるかもしれないけどね、それでも認めてあげて、で対応していくというふうにやると、まずもう入り口としては OK ですね。はい。このシリーズ若干続きますので、まあ、次回はお楽しみに。本当大事だぜ。生活全部に関わるよ。誰からも嫌われなくなるし、ね。モテるしね、そもそも。いいでしょ？いいでしょ？これ。ラッキー、ラッキーでしょ？トークなんですよ。僕、やっぱりさ、ね、ちょっと顔とかね、あれにね、自信がないからね、トークやるしかなかったんですよ。トークで行くしかなかったんですよね。だからトークはちょっと自信がありますので、せっかくだからトークの話いろいろしていこうかなと思いまして撮りました。はい、今回は以上です。SSC コンサルティングの月寄でした。ではまた。